next up from Osaka, Japan, Moika Yoshihata。萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。皆さんお疲れ様です。今日は久しぶりにコメントをいただいたやつに返答コメント返しをちょっとしたいと思って、去年の9月ぐらいの動画からちょっとだけピックアップして皆さんからいただいたコメントに返答していきたいと思います。ではよろしくお願いします。結構なんか応援の結構メッセージを結構いっぱいいただいてて、すっごい嬉しいんですけど、なんか質問系からちょっと答えていきたいと思います。ではいきます。まず第1回、8月4ヶ月前に投稿した、弟が9月に、アメリカにキャディーしに来たんですけど、去年の。そこで、動画をちょっとだけ投稿したら、弟とのエピソード、例えばキャディーで兄弟喧嘩してしまったとか、助けられたとか、聞きたかったですっていう、コメントいただいたんで、ちょっとだけエピソードをお話ししたいと思います。弟は2試合だけついてきて、最後シアトルでお別れしたんですけど、1試合目は弟最近ゴルフ始めたばっかりでゴルフのルールとか全然知らなくて、キャディーも初めてで、英語も全然喋れなくてという状態、私より喋れないっていう状態で来て、大変やったんですけど、まあ通訳みたいな感じなことは別にそんな私も喋れるわけじゃないんですけど、まあ、日常的なことは全部私がやって、まあ、弟も結構自分で注文したりとかして結構頑張っとったんですけど、エピソード的にはなんか2試合目の時にやばいぐらい風吹いとって、なんか弟が私キャディバッグに絶対携帯入れてるんですけど、ロッカーとかないんで、私の携帯を落として、でも取りに帰っても見つからなくて、一旦風が強くて中断になったんですよ。で、LPGA の人とかに聞いて、エプソンの人とかに聞いて全部やったんですけど、もう見つからなくて、もう携帯なくなったみたいな感じになって、もう私ブチ切れて、なんか、まあ別に弟が悪かったわけじゃないんですけど、もう携帯がなくなってど田舎におったから、これからどうしたらいいんやろうっていう不安を弟に八つ当たりしちゃって、なんかブチ切れて、もう中断の時にハーフやった後にもうキャディやらなくていいからみたいな感じでブチ切れて、あとハーフしか残ってなかったんですけど、なんか私もなんか弟やから、なんかもうめっちゃ腹立ってきてお姉ちゃん失格やねんけど、まあ、試合にちょっと影響したらそのダメやな、それが一番ダメやなと思ったんで、ちょっと私も自分を落ち着かされるために、もうコーセキャディー、コーセって言うんですけど弟の名前、もうキャディーもういいからって言って、ハーフ私自分で担ぐからって言って、喧嘩して、ハーフ弟は待ってました。でずっと携帯探しとったらしいめっちゃ申し訳ない、なんか後から考えたら自分めっちゃ悪いことしたなと思って、わざわざアメリカまで来てくれてやったのに、なんかそういう風にちょっと携帯を落としただけでめっちゃブチ切れちゃったみたいなっていう失敗エピソードがあって、私も人間的にまだまだなんか小さいなと思いましたっていう反省が、私の反省がありました。で携帯は結局その後弟に私の番号にかけまくってもらったら、なんか誰か持っとって出て、私の携帯から届けてくれるみたいな感じで言って、あ、分かった分かったみたいな感じだって、いや早く届けるってくれればよかったのにって思いました普通になんでずっと持ってんねんみたいな、中断しててんから届けろよと思ったけど、まあ拾ってくれたのはありがたいんで、はい、多分なんかそのまま盗もうとしたと思うんですけど、まあそれははい置いといて、はい終わりですめっちゃ性格悪いやつみたいになってしまったんやけど、で今年もアメリカでやるってことを言った時に、
なんで日本じゃなくてそんなにアメリカにこだわるんですかみたいな感じで質問いただいたんで、それは別になんかこだわってるわけじゃないんやけど、なんか日本で結構もうステップを18人プロになって6年か5年ぐらいやって、でもちろん日本の JLPGA に行ければもうそれでいいんですよ。もうなんか別にアメリカに行こうとは思わんねんけど、ずっとステップでやっとって自分の成長が見れなかったんで、やし、なんか自分もなんかめっちゃなんか退屈してたっていうか、なんか自分の人生に退屈してて、まあなんかこれ以上レベルアップするためにはなんか変化が必要かなと思ったからアメリカに来ました。で別になんかアメリカ絶対みたいな感じじゃなくて、私はどっちの QT、 あ、今年は日本の QT 受けたんで日本でやろうかなと思って、お金ないしと思って1年は日本でやって、あ、またアメリカに帰ってくればいいやと思ったんですけど、日本の QT またステップしか出れないあれになったんでアメリカに来ました。はい、ちょっと仕方ない感じですね。今年初めて出した動画で、応援してますとか、エプソンでの一生楽しみにしてますとか、もうなんかアメリカでも日本でもどこでも応援してますみたいな結構コメントもらって、もうめっちゃ嬉しかったです。結構なんかアメリカ行くのなんか結構反対みたいな人多いんかなと思っとったんで、ほんまになんかそうやって応援してもらって、あのめっちゃ嬉しい気持ちです。車を買いますみたいな動画で、アメリカ生活も2年目で少し余裕が出てきてますかね。ゴルフ以外にやることが多くて大変そうですが、車での移動が増えそうなので運転には気をつけてください。いや、ほんまなんですよね。ゴルフ以外でやることめっちゃ多かって、結構めっちゃストレスだったんやけど、まあそれはもう一旦終わったんで大丈夫なんやけど、車の運転が結構怖くて事故、なんか私が気をつけてても結構なんかやばい運転の人多いから、なんかもう絶対事故るなって思って、で 怖いです。なんか保険もあんまいいやつ入ってないんで事故ったら終わり。アメリカでは車があると格段に自由度が上がるので車購入をおすすめです。外食をはじめ物価は異常に高いので工夫のしどころかと思います。アメリカでの挑戦楽しみにしてます。ありがとうございます。そうなんですよね、物価高すぎてマジでご飯食べられへんと思って、もう試合の時はしょうがないけど、あの今は友達の家におるんで毎日自炊してます。あとは友達がコリアンバーベキューで働いてるんで、なんていうの、廃棄おす廃棄っていうんですか、もういらんくなったなんかお肉とかもらって食べてます。はい、では最新の記事に行きます。1600車を取りに行きますっていう動画です。キングオブ夜行バスの博多号ですら1100キロ、ほんとすごいな。マジでプロフェッショナルか情熱大陸とかで密着してほしい。多分プロフェッショナルとか情熱大陸とかで密着しても誰も見てくれへんと思うけど、まあ、そんななんか大それたもんじゃないけど、でも多分私が思うにアメリカで1100キロ運転するのと日本で1100キロ運転するの全然違うんですよ。アメリカってもうちょっとスピードも出せるし、道もなんかこうバーってなってるし、警察も少ないし、なんか日本って結構渋滞するし道狭いし、なんせ軽覆面多いじゃないですか。だからなんか私はすっごいストレスです。はい。本当に毎回感動してます。今回の動画は初めから終えまでずっと笑顔満喫でこっちも嬉しくなりました。ちょっと聞こえて車いかちゃんの英語ネイティブみたいでかっこよし、車もめっちゃかっこいい新車、事故にだけは気をつけてエンジョイおよびファイトしてね。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいねんけど、なんか楽しんで頑張ってねみたいな感じで、事故だけには気をつけて心配していただいてほんまに嬉しいです。なんか英語は全然発音はマジで成長しなくて、リスニングだけは日本におった間もずっと友達と電話してたんで、リスニングなんか日本におった間もその英語を落としたくなくて結構友達と連絡取ってたんで、リスニングは結構伸びたけど、何ヒアリングとリスニングって一緒やんな、
あの何書くやつと読むやつがマジで無理で、勉強してないからやけど書けんスペル、なんか喋れるけど書けないし、読むのはまあ大体ちょっとイメージみたいなのいけるけど書けないくて、なんかスピーキングもなんかその私の友達が結構日本語を最近覚えてきて、全く喋れんかったのに私が教えとったら覚えてきて、結構私も最近日本語と英語ミックスして喋っちゃうんですよね。でめっちゃ英語力それで落ちたなと思って、最近は気をつけてます。はい、まだまだです、マジでわからんことばっかり、英語はマジでむずい。さすがアメリカはスケールが違う、いやマジででかすぎてほんまにやばいっす。なんで1600キロも離れた場所の車を買ったの、旅行も兼ねてとか、声が明るくて充実してる感じが伝わってきました。ですよね、なんか普通に疑問やんな、普通にそこにトヨタあるからそこで買えばいいやんって話なんですけど、なんか観光とかじゃなくて、その去年アラバマのトスカトーレ、何やったっけな、名前忘れたけど、なんかその地域でトヨタさんがメインスポンサーで開催したトーナメントがあったんですよ、エプソンの。その時にトヨタの、多分会社員の方が応援しに来てくれたんですよね、私のプレーを見に来てくれて、そこで仲良くなって、でなんか日本人の方で、私日本人にそれまで会ったことがなくて、そういう大会関係で、でそれやったらもうせっかくやったらそういうなんか縁もあるし、なんかその人のとこで車買いたいなって思ったんで、その人の視点、何わからんけど視点みたいな、はい、そのだからアラバマまで行って買ったんですよね。でほんまは車送ってもらえんねんけど、送ってもらったらめっちゃ高いんですよ。で行く方が安いんですよ、行って取った方が、当たり前やけど、だから行きました、わざわざ。であとはアラバマにその時にトーナメントにボランティアに来てた日本人の女の子がおって、その子に会いたくて、なんか私日本人の友達いないんでここに、だからなんかその子と話したいっていうのもあったしっていうことでアラバマに行きました。はいって感じでした。まあなんかほんま旅みたいな感じですっごい楽しくて、なんかずっとここ1ヶ月すっごい、なんていうんやろ、ずっと家におって、友達は働きに行ってるんで、私ずっと一人でラウンドとかも練習とかも全部一人で、もう一人みたいな感じだったんですよね。だからなんか誰とも喋ってなくて、だから久しぶりに喋りたいなみたいななんかトーナメントに行ってた時は絶対喋んないとダメなんで、他のプレイヤーとかと、だからなんか全然なんかあんまりストレスとか感じなかったんですけど、今回1ヶ月来てからなんかみんなお正月とかクリスマスとかあったじゃないですか、で家族とみたいなとかあったけど、なんかこっちの人あんまお正月とか気にせえへん感じやって、もうお正月もみんな働きに行って、うちもなんかお正月もなんかはいなんもないみたいな感じやって、すごい退屈してたんで、すごいもうとりあえずなんか外に行ってなんかちょっとなんか美味しいものとか食べてめっちゃ最高でした。だから幸せって感じでしたって感じで、コメントの返しは終わろうと思います。でもなんかすっごいたくさん応援のメッセージめっちゃもらっとって、もうなんかほんまめっちゃ嬉しいです。なんか励みになってます。なんか結構自分ではそんなにすごいことしてるっていう実感ないんですけど、まあそのすごいことしてるかどうかわからんねんけど、なんかみんなになんかそういう感じで頑張ってるねみたいな感じで言われたら、すごいなんかこれからも頑張ろうって思えるんで、またコメントお願いします。それでは失礼します。